はい、カープのキャンプ地宮崎県日南市にあります天福球場から TSS 野球解説者の山内康之さんとともにお伝えしていきます。山内さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよカープのキャンプイン明日となりましたけれども、はい、非常に楽しみですね。そうですね、ワクワクしますよね。まだ新たな、ね、若い選手がね、どんな選手が出てくるのかね、楽しみですけど、はい、前田さんもすごくワクワクしてますね。はい、初めてのキャンプ取材でして、私も張り切って赤いネクタイを着用してきました。まあ、これが空回りしないように精一杯魅力を、ね、お伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そして日南市の気温なんですけれども、はい、非常に広島と比べますと日中もポカポカ陽気で、ダウンを着ていると汗ばむぐらいの暑さでしたね。暖かいですよね。はい、ちょっと明日の天気心配なんですけど、でも広島には確実に暖かいですね。はい、そうですね。そしてそんな日南市にカープの選手たちは今日午後2時頃に到着しました。その様子をご覧ください。たった今カープの選手たちを乗せたバスが日南市の宿泊施設に到着しました。新井カープ2年目の鍛錬の春が始まります。今日午後、日南市内にホテルに到着した新井監督や選手たち。日南での一軍キャンプには去年10月に受けた右肘手術からの復活を目指す大瀬良や、昨シーズン24セーブを挙げた矢崎などの主力投手陣。そして今シーズンから選手会長を担う堂林や、プロ13年目を迎える菊池など野手陣、さらに即戦力として期待のルーキー3選手など新たな顔ぶれも揃っています。昨シーズン5年ぶりに A クラス入りを果たした新井カープ、今シーズンこそ6年ぶりのリーグ優勝を目指します。そうですね、まあ、毎年、ここから、1年が始まるので、まあ、やってやるぞっていう気持ちになりました。もう優勝日本一しか見てないと言ってたので、まあ、もちろん選手みんなはそのつもりだと思うので、まあ、全員で戦っていけるように頑張りたいなと思います。そうですね、もう若い選手も多いですし、活気のあるカープらしい、元気のあるキャンプにしていきたいと思います。自分のレベルアップはもちろん、やれることはしっかりやって、シーズンに臨みたいと思います。はい、堂林選手、そして床田投手ともに非常に意気込み、熱量というのが非常に感じられましたね。そうですね、まあ、両選手ともね、投打の中心の選手ですからね、頑張って自分の調整もしっかりしてもらいたいんですけど、特に堂林選手はね、選手会長といったところで、はい、うん、キャンプのこの雰囲気をしっかり作っていかないといけないと思いますからね、はい、頑張ってもらいたいですね。盛り上げていってほしいですね、はい、そして新井監督にも今日お話聞けたんですけれども、今日のミーティングでですね、明日から始まるのでとにかく頑張ろうと、はい、お互いに助け合って刺激し合っていこうとチームの選手たちに、ね、話し声をかけたそうです。非常に、ね、期待感、熱量というのを、ね、非常に感じました。はい。